ものすごい激闘になりましたね。惜しくも決勝に行けなかったんですが、前年度チャンピオンの朝ピンは第7位と、ね、上がってきましたね。本当に素晴らしい成績ですね。第6位は北海道リーグ、ジャンポケさん、10ポイント足りませんでした。10ポイント足りずに第6位でございます。でもっと惜しかったのが第5位ですね。四国リーグのタイちゃんさん、1.9 ポイントですね。このノーテンバップ分ぐらいの感じですね。さあ、それでは、この激闘を制した、あ、すいません、申し訳ございません、いろいろありがとう、放送上、ですね、第1位の方からね、一応お話もお聞きしたいんで、第1位一気に来ました、四国リーグですね。四国リーグ代表グチヨシさん、第1位でございます。こちらに178ポイント。グチヨシさん、どこかな。はい、どうぞ。あ、結構イケメンですね。決勝進出おめでとうございます。どこが勝負、多分最終戦が勝負どこでした。そうですね、最終戦裏ドラ乗らなかったらもうここにいなかった。あ、そうなの。はい、その裏ドラにかけたリーチがうまくいったわけ。そうですね、1枚だけ乗ってくれたっていうか、あ、なんとか乗ってくれた。つまりその裏ドラで逆転トップで勝ち上がってきたということですね。そうですね。なるほど。さあ、決勝に向けての意気込み一つよろしくお願いします。徳島に、はい、そうです。愚痴屋さんからするとですね、皆さん、来年は青踊りやってないんだな。あの、徳島ですよ、あったかいです。で、あったかいですよね。あったかいところでグランドチャンピオン戦ができるかどうかは愚痴屋さんにかかっておりますね。ご覧になっている方もぜひ、あの、四方方面の方、愚痴屋さんを応援してあげてください。では、決勝で頑張ってください。さあ、続きまして、安定した麻雀で第2位に入りました、プラス 158.7 関西チョベンジリーグ代表です。トーチューさんです。どうぞ、トーチューさん。はい、決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。いや、めっちゃ嬉しいです。ね、本当になんか全身から嬉しさがにじみ出ておりますが、東中さんでもクイズ王としてね、もう非常に有名な。さあ、一応決勝戦の意気込みお願いいたします。あの、今まで通りフラットに打って、まあ、結果的に大阪開催できればいいなと思います。来年も。そうですね。さあ、2年連続ね、関西大阪で開催されるかどうかは東中さんにかかっております。じゃあ決勝戦頑張ってください。はい、応援よろしくお願いします。さあ、続きまして第3位ね、もう大きいらしさ行かなければね、確実に決勝、見えてました。千葉リーグ代表です。上杉さんです。どうぞ。これすごいね。結構ファンが多いんじゃないですか。さあ、すごく今日はね、マナージャーいい感じだったんですけど、何が勝因ですかね。最後ラスで引かなかったもうね、確かにね、ラスを引いたら危なかったですね。あ、そういう意味じゃ大接戦だったんですね。さあ、3連勝してね、余裕の決勝進出でありますが、決勝戦に向けての意気込みをお願いいたします。千葉に持って帰りたいと思うので、千葉の人、まあ、千葉含む東京勢、特に ね、東京勢惨敗でございますからね、一つね、ぜひ、あの、関東から唯一、東日本から唯一の決勝進出者なんで、頑張ってください。はい。そして最後は一気に来ましたね。しかもですね、個人的には非常に応援したい唯一の女性進出者でございます。関西リーグからミル姉さんでございます。いや、僕見てたんですけど、あの、2回戦で望月プロに潰されてるからもうダメかなと思いましたけど、そうですね、すごいですね。最終戦大きいトップ取ってきたんですか。いや、2着とギリギリで、先輩の点で変わるっていう感じで2着の方が振ってくれたんでなるほど。そういう割とこう自分もくぐり抜けた感じがあるんですね。はい、そうですね。じゃあ決勝戦いけそうですか。いや、まあ、精一杯頑張りたいと思います。そうですね、はい。
はい、ミル姉さんです。唯一の女性審査です。拍手をお願いいたします。お席の方へ来てください。もう一度確認しますが、四国リーグ、代表、関西チョメジリーグ代表、千葉リーグ代表、そして関西リーグ代表、3対1で、西日本優勝ではございますが、果たしてね、来年はね、どこの、地域にでグレートチャンピオン開催されるんでしょうか。いや、今見た通り皆さん、なんていうんですか、タイプバラバラのね、どんな戦いなのか予想もつかない決勝戦になると思います。決勝戦は半チャン1回のスプリントレース、トップを取った方が、第6代目のグランドチャンピオンになります。これはこのまますぐ行くんですか、一旦コマーシャル入れます、すぐ行きますか。では、しかもですね、この決勝戦解説メンバーがさらにグレードアップします。グレードアップしたというか、単に予想打ちしただけなんですけど、片山さん、梶本さん、そして朝ピンさんが加わります。かなり想像し実況解説になると思いますが、決勝戦皆さんと共に、見ていきたいと思います。準備は整いました。もう少しですか。じゃあせっかくですんで、片山代表どうぞ、ちょっとこちらに。さあ、いよいよ決勝戦ですが、今メンバー見てどんな印象を持たれました。毎回ね、バラエティに富んだメンバーですよね、このね、グラちゃんはね、今回もいい感じじゃないですか、ね。東中さんはね、関西著名人リーグで、本当は僕が出るはずだったんですよ。だけど僕、最終日に関東の著名人リーグで、優勝しちゃったんで、それで関東が出ることになって、繰り上がりだったから、なるほど。そう、追い風ポールポジションなんです。おかしいっすよ。あ、でもある意味、東中さん勝ったらキングメーカーってことになりますね。そうなんですよ。なるほど。さあ、果たしてね、片山大はキングメーカーとしてね、誇れるのかね。その単なるね、彼の気まぐれによって優勝者がね、まあでも、ちょっと、見どころ多い決勝戦ですよね。面白いね。ね。さあ、そろそろ準備の方はいかがでしょうか。まだかかりますか。はい、OK ですか。さあ、それでは、片山代表および梶本プロ、そして朝ピンさんによるね、解説も含めた決勝戦、いよいよ始まります。もういいですか、始めて。それでは、決勝戦、開始してください。もう対局スタートしました。本一局が新茶が上杉さん、ドラガリアンなんですね。やっぱいいんじゃないですかこれ。そうですね、シャーかなり良さそうな雰囲気ですよ。はい、こちらがなんちゃのミル姉さんですね。シャーちゃのトーチューさん、トーチューさんもいいですね。片山先生、なんで無言なんですか。え、なんで無言なんですか。あ、いや、喋っていやいやいや、これたまに出てくからドラガドラガギャンワンですね。ギャンワンでした、ね、部長さんも、はい、部長さんいいですよね。はい、さすがやっぱり上に来る人は。あ、こっちももうこれでやん、これでも難しくないですか。これ難しい。ヤンピースーピアさんがスーソー切ってアタック受ける。どっち。あ、しましたね。シンプルにね、シンプルにいきましたね。今、はい、頭ヘッドエースみたいな形なんで、こう、はい、なるとちょっとミル姉さんってちょっと見劣りしますよね。さあ、ここで東中さんは真の連続形ができて形が良くなりました。あ、これでうまくいきましたね。これでシンプルにいきましたね。ミル姉さんも一面ついて、うん、はい、追いついてきました。いいじゃないですか、形が。うちおさんは関連ピンを引けば、うん、あ、しかしこれで、うん、まあ、なんかまあでも関連ピン払ってるんじゃないですか。はい、で頭すくいたい。そこね、ローキューピンウッパーピンが、はい、頭ができやすい形なんでね、はいはいはい、関連ピン払うっていう手もありますよね。やっぱちょっと3色も狙いたいんですかね、スーピン引いて。そうですね。ああ、そうね。
三品にやっぱりちょっと色気があるんですね。残したい、はい、残したいんですね。タミヤも多分ちょっと考えてるね。あ、なるほど。うん、ああえうわ三品違うな、これはリャンマン、リャンマンですよね。ちょっと今、間違って出てますね、はい、さあミルネーさんもこれでイシャンテン、はい、お、ウッドネさんがテンパン、このまま、お、このままでもちょっと不本意だな。ウッドラリアンマンですよね、はい、2点に構えました、東中さん、まあ、ピンマンズ引いてリャンメになってもいいですし、そうですね、マン引いて、そうですね、はい、ここちょ、もうちょっとじっくりしたいですね。はい、さあ、さんは9番を縦ビーで、うん、このままつまりリャンカンのままですね。あ、これはちょっと皮見てみないとなんとも言えないですね。お、皮カンパスを払い、うん、あまり関連杯は出ていなかった。そして総中さんは、総中さんはまだあのままですかね。このままですね、うん、C1 を空切り、はい、これで次ウーバン切ってリーチとかしたらえぐいです、ね、あ、ちょっとね、分かんない、はい、9、7、5ってダメでカンパは、うん、あ、まあ、いやこれいらない、いらないとこだけどどうしましょう。頭ポリポリ抱えてました。あ、貫通視野見てました。ウーピン周りでね、はい、リーチする手もあるからね、あのパワーワンつもぎってもよかったんですけどね、うん、まあ、ただこれだとタンス2ピン引いた時はでもそうか、ウーピン残ってるとそっちの方が嬉しいか。ちょっとね、多面待ちになるわ。うまくいきましたよ、パワーワンリーチ。言った通り、言った通りに、このカンパワーはさすがに読めないですからね。トーチューさん、トーチューさん危ないですね。危ないですね、このパワーは危ない。出ましたね、うん、これはいいマッチだったね。ドラはありませんので2600ですか。はい、ヤボさん、あ、上杉はあれ、上杉さんは親だった、親じゃない、あれ、わさとされてる、レンチャンですね。リーチ一発3900、はい、3900動いてますね、はい、はい、レンチャンです。親の、うん、変わった、いやいや、上杉さん、上杉さんのレンチャンですね。今のも Q1重なった時にウーワン切ってると上がれてないですからね。あれ、うん、あれ上がれてないかとはないか、ごめんなさい、ちょっと、はい、ちょっと違う形になってるね。全然勘違いしました、ね、うん、あの皮がね、皮が上がってるかもしれないです、うん、ドラがレアンソーです。はい、ミルネーさんハイパイなかなかいいんじゃないですか。トーチューさんは、うん、ちょっとゴツゴツしたところ、ウチオさんはトイツが多い、うん、ちょっとチートイツに持っていきたいですか、まあ、でもまだ3トイツです。でも僕あのくらいの3トイツだとちょっとメンツテで後手踏むからチートに決め打っちゃうんだよね、はい、僕はちょっとドラも、端にかかってますし、うん、使いづらいですし、タンヤオにこれほらメンツテに見えないじゃない、はい、もうね、じゃあなんか重なりそうな、そう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 、もう皮が派手になっちゃうの。別に見せてもいいってことですか、ね、そうそう、僕チート、はいはい、バレバレチートのリーチ好きだから、バレバレチートいい、嫌ですもん、受ける方、受ける方嫌だよね、受ける方嫌です、あの打つ範囲が限られちゃうからね、すごい難しいんですよ、受けるの。東急さん、しかし横にね、くっついてきましたね、うん、ここで単位方向を見ていくんですね、そうですね、ドラそばのイーソフト、そうなんですよね、ドラそばといえども使いづらいもんね、ドラね、はい、さあ、上杉さん4トイツになりました、うん、まあ、これはまだメンツ手が見えると見えますね、こっちは、はい、ちょっとゴツゴツした手だけどね、さっきの3トイツよりもなんかむしろメンツ手に見えますよね、4トイツですけど、はい、内尾さんもちょっとなんか方向性がね定まらないというか、うん、さあドラを引きました、これでどうする、チーピン、おお、随分ペンチッソを残しましたね、払っていくかと思ったら、はい、捨て牌にそういうあれがちょっといいんですかね、想像の上がいいのかな、まあ、ただチーピンキューピン切っても結局そのチーピンキューピンそのものしかロスがないんで、うんうんうん、一旦はですけど、はい、これでもパーピンの受けも残りますし、こっちの方がちょっと手広いという ね、はい、2枚手広いという3トイツの場合はね、おっとドラ、東京さんドラを切りかけてリバースですね、うん、急走を引っ張ってますね、うん、ね、ここで払いました、はい、あ、これで3ピンでも引くと面白い、見差しの形が見えてるんですが、はい、なかなか急所が埋まらない、東中さん C1 引いて進みましたがドラをまだ離さないね、はい、イーソー切ってますけど何とか使い切れるようにってことですかね、数層、うん、とかドラそのものとか引いたら使えるんで、うん、はい、3層でもいいしね、はいはい、お、3見えてきた、これちょっとね、いいですね、リャンゾー縦に引くと大きな手になりますね、はい、
ハレマンまでありますね。バイマンまで。バイマンまであるね。はい、ウエスブさん面前だとそろそろきつい。いやーこれ結構厳しい。あのタイ、はい、タイヤ王に行くんでしょ。うんうん、仕掛け意識のそうですね。そうですね。もう、はい、もう一回連チャンしたいという急ピンですよね。はい、泣いていきたい。まださっきの時点ではパーピン2枚あったと思う、3枚あったと思いますので。そしてミルネーさんが2差しのイーシャンテン。佐藤中さんは勘しちゃいますか。勘しちゃいましょう、これね。みんな勘しちゃいましょう。しちゃいましょう。うんうんって。した方がいい。した方がいいって。しようって。いや、やっぱ先手って大事なんで、この瞬間テンパるかもしれないじゃないですか。はい。はい、うん。あれですか、やっぱりイーソー切ってるリアンソーポツリーが気持ち悪いんですかね、うん、あもうちょっと気持ち悪い、あやっぱちょっと自信がないんでしょうね。あの勘した後にそうだね、親リーチとか入っちゃうとね、ちょっとこの手受けにくいもんね。でもさ、これでチーソー切ったことによって受けが狭くなっちゃってるじゃない、はい、あ勘し、うん、できない。やっぱね、決勝の決勝戦のプレッシャーでしょうかね、うん、やっぱね。クイズをそういうのあるんですかね。テレビ慣れしてそうな、テレビ慣れしてるよね。お、上杉さんが追いついてきた。あ、いい形になったね。あ、ランズさんがドラをサクッと、ドラをサクッと。先にこれ見てれば結構変わったかもしれないですよね。うん、そうね、そうね。はい、さあ、テンパ入るか。入った。カンチーソー、ここ闇点。闇点、はい。もうリーチでもいいぐらいの闇点。チーソー場に何枚切れてんだ、これ。見ましょうか。見てくれ。見てくれ、見てくれ。多分1枚です。あ、チャンスは、あ、2枚切れてるの。あ、じゃあ2枚じゃ、2枚でもね、馬強はいいよね。ソーズの上は結構いいよね。これね、ポロリもあるし、こっそり積もるでしょ、これ。や、山にでしょ。東中さんも関数ピンに一応テンパイ入ってて、うん、さあここでチョイス。3と7の選択はどっちだ、これ。皮難しいね、これ。3ピン切りました。はい、貫浪ピンに直した。小さっ。さあ、3人テンパイではこれで親の上がりとなりました。上杉さん、タンヤオドライチ。3900は4200と。ちょっと大きいね。大きいですね。ザンク、ザンクで。割とリードしましたね。今回でも頭取りなんですよね、得点リセットして。頭取りです。はい。はい、でこのまま上杉さんが勝つと、うん、今千葉です。千葉です。今千葉です。今千葉です。はい。今千葉。今千葉です。はい。千葉、徳島、大阪、名古屋。あ、名古屋じゃないよ。大阪、大阪。お、上杉さん、高ハイパイ、うん、そしてこちら、なんちゃのミル姉さん、ドラが、ドラ、ローソー。今、これ、ミル姉さん、打敗してますね。そうですね、打敗して、はい、次の東中さん、さん、そして、お、白は、これ、トンも統一、いいぞ、チャンス手だ。上杉さんが、これ、はい、すごいいいですね。でも、トンが泣けそうだからね、すぐね。はい、あ、カンチャン割って、あ、全員いいな。みんな良くなったな、これ。さあ、ドラローソーで何を切るか。何切るの？うむ。ペイを切って単葉気味にしてく手もちょっとありましたね。さあ、上杉さんが、なんか、盾がすごくないですか、これ。これすごいな。でも、チュンチャンパイの盾ってあんまり嬉しくないよね。うん、どうなの？そうですよね。さあ、これでパワー残すと一応カンチーワンの受けが残りますが、残した。残しましょう、はい、残しましょう。両関係。ですね、ドラが同層なんで、もし差し子の3色なったところで同層切りたくないんで。あ、この3ピン、あ、両面に固定しない。じゃあ縦、両面縦ってこと？もう完全になんかね、タンヤオで横に行かないんだ、あれ。ここで決めたらぐらいの感じじゃないですか。マジっすか、決まります、縦で。縦で決まったら偉いですよね。もうだけどトン、この瞬間切らない、ポンができないね、相手の手が遅れる、うん、これちょっとどうなるかね。だいぶ今一緒ね、世界が違ってくるんですよ、このトン切らないと。そうですね、うん、おこっちもこっちで何かが、トン切らないから、ほら世界が勝っちゃってるじゃん、これ。しかし、うん、ローワン3ピン、シャンピン並んじゃった。そうなんですよね、後にこのドだから、あでも、ま、うん、やっぱ縦なんだね。そう、もうスワンコ、スワンコ一直線ですが、ね、やっぱりメインっていう感じですよね、今のは。さあ、グチオさんどうなる、これで、ただこれグチオさんさ、本一に決めかねってるから、はい、意外と安いよね。26ぐらいで終わっちゃうかもしれないよね。大三元じゃないですか。大三元行くの。大三元はもう大めちゃくちゃ意識してると思いますけど、
さあパーピンチーから入ってどうする、リャンピン、あとはチュン重なるか、はい、椅子の先に引くかの勝負ってことですか、うん、これ両面泣いた今両面泣きました。さあミルネーさんいいシャンテン、あこれでトーン発出た時にどうするんですかね、テンパイ外しそうな気がしますけど。さあ部長さん何を引く、あ今パーワン、パーワン打ったんですね、パーワン打ってスーワン、あのスーワン打つ手もありましたけどね、あーそうですね、トーチューさんウーパーワンチーワンの、うん、はいはい、こちらですか、あとペイもある、ここここね、こ、はい、あれパーワン、ここからパーワン打ったんだもんね、そうですね、うん、ペイは狭く Q1 がなんか単葉の振り替わりもあって面白そうですよね、街、うん、も良くなってドラのロースを引いたミル姉さん、ここで残してうまくつければというところでいいのか。さあミル姉さん、さあミル姉さんをポンして何バック、何バック、はい、2000点ですかこれは、うん、いいですね、まあ、あの椅子多分泣かないとテンパイできないんで、そうね、はい、いい感じのナンバックですね、はい、これナンはどうなの、みんな出るからね、ナンはナンはバニー、あ、チューンを諦めた、諦めるとちょっと安くなっちゃうかな、そうですね、うん、そしてウーマンが4枚、これ難しい、何どうしたらいいのこれ、わかんないわかんない、これ教えて、テンパイなんですよね、3万でもなくトンでもなく、ちょっと3個の飛車でんですけど、やっぱ、はい、やっぱ常に意識は数アンだけど、このトンの引っ張りがね、だいぶこう、はい、世界を変えましたよね、そうですね、上杉さん、これち、今さあ、何これで、うん、あチートイだ、もうチートイに決め打ち、何、はい、を打たない、何、うん、打たない、まあ、イソポンですからね、やっぱり、じゃあ、どっちが打つからね、さあ、3万が重なって、これもあまりいらない、東中さんが打つのか、うん、上杉さんが打つのか、何を。2人とも打たないのか、もうこの順目に来たな、これ結構打たない、いやでも何が何が当たりって感じはします、これ、あ打たないね、イーソーポン、イーソーポンだから自敗ファンパイバックっていうのがやっぱちょっと恐れてるんですかね、すごいね、何打たないのすごいですね、2人とも、まあ打たずにテンパイしたい、これ白は貫通か、なんかトン攻めて勝負にしました、大民館、大民館来た、さん大民館、大民館来た、シンドラがパーソー、うん、さあ数層は、数層もうここやめるでしょう、もうみんな怖いよね、大民館まで入っちゃってドラが2枚になっちゃったんで、そうですね、そうですね、うん、降りますね、はい、なんか数層は打てなさそうならもう諦める、はい、あとは東中さん、東中さんももう何は打たないんですね、もう崩しちゃいましたね、少し宇宙さんがテンパるかどうか、どうかね、あテンパった、テンパった、どっちに受ける、両面、うん、これ両面で何点だか分かんない、これ分かんない、残2ぐらいですか、残2ぐらいですね、さあ E 数ワンは、E 数ワンって E ワンがどうなんですかね、あ数ワン出ましたよ、数ワン出ましたよ、はい、さあ何点だこれ、16、8のみ、50分で3200、3200、3800の上がりとなりました、まあまあの上がりですね、はい、日本馬か、これ報酬したのは東中さん、はい、一局ナンは打たなかったんですけど、うん、スワンが、捕まってしまった、さあこれで、親が動きました、上杉さんの親が流れて、今度はトン2局、親はミル姉さんです、ドラはこれからですね、ドラがウーピンになりました、なんかみんなちょっと硬くないですか、割とタイトな感じで打ってますね、うん、ドカーンってドカーンっていかないね、そうですよね、割と、あ、うん、何、何、いいよいいよ、ドカーンって言ったじゃないですか、あのドカーンって、上杉さんがすごい、すごかったね、はい、あそこが一番軽そうだったけどね、た高くいったよね、うん、そう、思い切って一曲で決めに行こうっていう感じ、ストレートならすぐテンパ入ってましたね、いやちょっとわかんない、トンが泣かれてるから、そうなんですよ、トンが泣かれてるんでどうなったか全然わかんないんですよ、確かに確かに、こちらは、なんちゃの当中ですね、白が重なりました、こちらぐちよさんです、玉取りの麻雀です、ね、うん、そうなんですよね、やっぱりどっかでねドカっていうのを入れないとなかなか優勝できないんですよね、うん、どこで入れるか、どこ勝負局にするかですよね、今回はその上がりやめがないルールなんですけど、ラスオヤの方がやっぱり戦いやすいです、ちょっと有利、ラスオヤちょっと有利、親で時間がかかるもんね、はい、あの2人ぐらい条件できちゃってるから、アサピンちなみに去年優勝した時は、は
僕は何小屋でした？むしろライバルが那須小屋でした。あ、なるほど。あ、それを先行逃げ切りでした、はい、やっぱりそれを落とすの結構きついんですね。そうですね、まあ、最後自力でやっぱりね、一対一になっちゃうもんね、はい、なるほど。あのね、2年ぐらい前にダッチさん、東京のダッチさんが優勝した時、ラソーヤで猛連チャンしたんじゃないかな、はい、うん、やっぱ頭取りだとそういうちょっと、うん、はい、やっぱり逃げるのがすごい難しくなっちゃう、うん、なるほど。さあ、こちらグチューさんの手で統一が増えてチート一に決め打ちましたかね、はい、上杉さんも統一が多いんですが、ここはスーワンの統一をほぐした。あ、チートやらない、やらなかった、やらない、まだ4統一だったんじゃないですか今回。やらない、はい、4統一はやらない。上杉さん、うん、ダイヤオケで今回結構形いい4統一、形いい、ドラとか引いても使えますし、うんうん、3層引いてここでイーマン3ワンを払っていくのか。お、スーワンを並べた、スーワンの方並べたね。そして上のミルさんが仕掛けていった、ヤンメンチーから入りました。こちらの東中さんもチートイツ、チートイツだね。ドラのウーピンも1枚ありますね。内尾さん逆に一メンツができた形。上杉さんは、うん、あれですか、安全牌候補残してスリムに受けてるんですかね。ちょっとね、スチワンが将来怖くなるんで。そして東中さんはドラ短期でリーチ。おお、いいですね。さあ、このドラただミル姉さんが統一なんですよね。山には1枚、1枚生きている。このリーチね、でも川が強いから結構生きづらいよ、みんな。うん、なんだか分かんない、チートイには見えないもんね、うん、このリーチは、はい、片山先生のチートイとは違って、僕のチートイとは違いますね僕のバレバレチートイですからねバレバレチートイの時ドラ短期強いですよどうせ出ないどうせ出ないし、はい、うん、他の牌が止まってて。でもさ、チュンチャン牌だとリーチでいいけどさ、はい、自牌だとね、6-4にしちゃうよね。ちょっとポロッと、はい、うん、ポロッと6-4にしちゃうよね。残り1枚のウーピンを引けるのか、誰か行けるかな、行ける人います。上杉さんがさっきカンチースを引いて、うん、ちょっと前に出る、はい、これここ何、完全なイーシャン、あ、完全じゃないよ、不完全イーシャンなんだよ。スーワン切っちゃったもん、スーワンの統一切ったのがちょっと今痛たって感じ、痛いね、ちょっとね。さあ、ぐちおさんで、ぐちおさんはちょっとこの曲は休憩ですかね、休憩、はい。さあ、どこまでいけるか、うん、仕掛けもありますかね。いや、先天の仕掛け、リーチに対して先天の仕掛け、どの道折りですよ、うん、だから僕リーチでぶつけるならありだけど、振り点じゃないリーチでぶつけるならありだけど、先天の仕掛けでかわしに行くのは決勝戦としてはどうですかね。あんまりよろしくないような、これで、ね、ローピン切れるか、3ワンローピンと、ローピン3ワンと切れない、それ切れない、2筋は通せない、12巡目から2筋は通せません。はい、はい、ということで、これで山に上がり牌はなくなりました。みんな川を見ながら安全牌を捨てていくと、うん、ミルネさんは粘りたいですか、親番キープの、うん、そうだね、ちょっと負けてるんで親番ここキープしたいんですよ。お、シャンテンになった、これちょっと行きたいですね、はい、オリアいいシャンテン、いいと思います。ドラドラなんだよね、はい、そうです、うん、だから行っていいよ。ローピンが通った、これでもしかしたらローピンが泣けるのか、はい、まあ、これドア出てく手順は一応ないんで、上杉さんがなローピンを合わせたら泣けますよ、泣けますか、あ、泣か、あれ、あれ泣かない、今泣けたよね、泣けました、泣けましたね、はい、ローピンを華麗にする泣いて3ピン打ちがありましたね。そうですね、はい、もしかしたら泣いたらドア切らなきゃいけない形、はいはいはい、いやいやいや、泣いて 3ピン打ちがあったよね、確か、はい、数ピンの枚数が、あれ、これで貫禄、天才、数ピンか、天才です、はい、これ今やっぱマージャーがでこうやってじっくり出なきゃダメなんだよ、朝ピン、上杉さんもしね、あ、ローピンが降りて、まあ、でも一応手出しが入りましたね、何もないと危ないですね、これ。しかも泣いてないですもんね、さっきの。そう、いや、このローピンはね、上杉危ないよ。あ、でも チーワン も泣いてない、ノーワン、一応その前のローピン見送ってるんでね、うん、手は変わったとは。いや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 、こういうチーピンか。え、でもテンパ入ったら、テンパ入ったら押しましょう、チーピン、このチー、うん、ゴッパテンパ押しましょう、そうです、うん、いいですで、このチーピンでさすがに上杉さんからローピン出ない、ね、出ないね、あ、親がテン手代わりしてテンパってますから、うん、違う牌を、違う牌を選べますね、はい、選べます、本当にローワン切ってますからね、はい、はい、痛いと思いますが、いや、これ痛くないです、これドラ切れないんでドラ当たりじゃないですか、当たりだよ、そうだ、忘れてた、ドラ、うん、いやいやいや、大丈夫です、これでいいです、これで2人転敗、はい、ミル姉さんと、はい、東中さんの2人転敗となります。ふーって感じだね、よくキープできてよかったですね、はい、
ナンバの親になってから焦っても結構間に合わないときは間に合わないですか。そうなんです、あのトンバの親が大事なんです。なるほど。あのちょっとやっぱリードしたいよね、はい、少しね。とにかく一本馬、親がミル姉さんです。ドラが9ピン。さあハイパイを見ましょうか。ハイパイはどうでしょう。まずまずですか、ミル姉さん。ミル姉さんのハイパイ9ピンでペーがトイツ。一メンツもない、やや思う、やや思うですね。3トイツ、トンからトンからいった。これ結構相手にプレッシャーはトンから行くとね、ハイパイいいんだって思うよね。うわすげえハイパイやばい、みんなね慌てる。今のはなんか形的に一応全部機能している感じだったんで、うん、まあ消去法でっていう感じ、はい、消去法でっていう感じです。でも相手から見たらね、うん、やっていう感じがするんですけど。さあこちらは東中さんです。愚中さんが一番手配的にはまとまってるんですね。まとまって軽い手ですね、はい、さんはさんそうですね。 はい、どっから仕掛けるかね。チュンは仕掛けやすいですけど、パーピンあたり、チーピンあたりもあいいですよね。仕掛けていきたいですよね、武器フォローしながらの。でもさあチーピンを引けるともう盤石。うん、上杉さんも今回もやっぱりなんかあんまり手配の形よくないんで、あの、はい、そうね、広げないですね。広げずに持ちながらちょっとチートイとか、はい、まあタンヤを、うん、を逃さないぐらいな感じで、はい、やっぱ自配は2枚ぐらい持っておきたいと、はい、これであチートイのイシャンテン、チートイシャンテンか、はい、でも出たら泣きそうな。どうですかね、これ泣きますかね。泣きませんね。見送りました、見送りました。イシャンテンなんでね、はい、泣いても軽い手なんで、うん、これさチートイでさ何でもいいからさ短期でリーチした方が打点は高いじゃないですか、はい、積もって裏ドラ、そう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 、ね、そうですそうです、ね、積もって6、4でもいいです。1、6、3、2がでかいです。じゃあ今からこれで想像を壊すか壊さない。今町頃のパイだったら変えていくっていう考えなんですかね。うん、あこれでなんと上杉さんもうまくチートイしたの。みんなチートイだね、はい、さあミル姉さんも統一系だから役がちょっとどうですかね、単位を意識しながら、うん、ここもやっぱ統一系三暗号系をちょっと睨んでますよね。3番切ると一応単位の単位と三暗号と、はい、さあ東中さん6チッパが6チッパができましたね。これ9番切りますか。9番面白いですね、はい、おリャンワン、リャンワンの方リャンカンに落ちましたね、うん。トーチュさんリャンカン好きだね、さっきから。そうですか、うん、トーチュさんよくね、リャンカン作ってる。旬付けのうちだよ、うん、リャンカン好きは旬付けだよね、うん、でもリャンカン系ってさ、先に埋まらないといけないから嫌なんだよな。あと選択残る、ね、これもリャンカン系好きとしてはやっぱ数番切りますよ。トーチュさんはリャンカン系が好きなんです。リャンカン系の、ね、トーチュさん、はい、大好き、リャンカン系大好き。僕は嫌い、リャンカン系嫌いです。あ、アメコさんになりました。トイトイなども見えてきました。縦の針残ってるみたいですね。どうやらこれ3ピン切ったということは。これちなみに誰もドラの9ピンを使ってないんですね。持ってない、持ってない、誰も持ってない。グチョウさん結構チャンスじゃないですか。グチョウさんが1枚まず引いて、でなんか次テンパって9ピン、あ、引いた。ウスブさんもチャンス、うん、はい、これチートイ決め打ち、もうドラも引いちゃえば打点これでいいや。ミル姉さん、ここで分岐点でしょうか、ペーを落とすのか。あーペーを落としね、この方が意外と早いんですよね、はい、あの仕掛けてタンヤオがね意外と早いんですよ、はい、どうしても上がりたいときは、まあ、ギリギリ流局までに間に合うか、間に合うかって、そうそうね、はい、ピシャって間に合うかどうか。おっ、いって陰茎に、はい、まだ展開には進みましたね。そして東中さんが6チップのインシャンテンが入りました。さすがに、さすがにこうしますか。うん。数、う、層、ん、ではなく、数層がそんなには機能してないですけど。三層引きとかあるからね。はいはい、さあ、内中さんもインシャンテンで重なり待ち。さあ、山に3枚ですか、9ピンは。ドラの9ピン、あ、いらない人のところに。いらない人のタイム。さあ、これでアンパイと入れ替えるのか。はい、いやでもねちょっとねまだ色気があるんですよ、三蔵引きの色気があるんですよ。あ、うん、さあ愚長さんテンパって、これはシャタンでいくのか。シャタンリーチいいね。パッソはもうなんかちょっといい、うん、良さそうだね。あ、パッソがいいのか、ソーズの上。あ、いいですね、確かにいいですね、パッソ、はい、確かに山にいそうですね。上杉さんが2枚持ち、そうですね、シャアも地獄短期だったんで、あ、シャアはすぐ出ましたね。でもこの地獄はなかなか受けれないんだよね、うん、やっぱ地獄ってさ、ワンパイにいたら終わりだからね、それでね、はい、順目的にはいい順目っぽい、ね、いい順目、あの11順目ぐらいで地獄はまあまあいいですね、
はい、さあこのリーチを受けた東中さん、あはいはい、歓声がね、歓声が、はい、なるほど、ゆう姉さんさ親でいいシャンテン、うん、さあ東中さんも追いつきましたよ、さあ3ウーワン、ここでわーって言っちゃいけないんだよ、まあ、カンウーワンぐらいじゃね言っちゃいけないんだよ、さあカンウーワンは苦しいね、言っちゃいけないの苦しい、あるのかな、ここでは手配には3枚ですよね、手配手にさん、ゆう姉さんもいいシャンテン、形が良くなった、よく見えない、多分1枚生きてます、ウーワン山一多分切られてないよね、まだね、切られてます本当、から山にない、今のところ順から、あ、テンパった、テンパったドラタンキー、ドラタンキー、これが2枚引き、これ結構いい、あ、そしてミルネさん追いついた、みんな追いついた、振り点、振り点振り点だ、振り点だ、でも行きますよね、もうせっかくでリーチってないですか、うん、いや、リーチもあると思いますよ、もうけ、親、ミルネさん親だよね、そうです、俺リーチでもいいと思う、もう中ピンとか見えてないですもん、あ、おー、上杉さん、つもちーといドラドラ、2004戦の一本歯の上がりとなりました、トップ目からこの漫画のつも大きいですね、これはでかいですね、これ大きいな、うまいね、さあ現在来年の会場は千葉になっておりますそして、会場の皆さん、現在ニコ生の視聴者数が2000人を超えました、ありがとうございます、そしてトン三脚です、親が東中さんですね、さあ東中さんここまで、19600点、まだでも、はい、うん、全然でまだ親2回あるからね、あとこうなって1人が抜けてくるとちょっと展開重くなりそうです、ね、そうなんですよ、はい、あんまりね軽い手をね入れなくなってくる、みんながマンガンぐらいをそうですね、して手作るようになってくるん で、ね、で上杉さんに軽い手が入らないと場が重くなる、これ仕掛けていくんじゃないですか、上杉さん、はい、トーン仕掛けますか、親流し、いやちょっと仕掛けたくないですね、形がちょっと苦しいですよね、あのね、後輩からミルネさんにしちゃって、これ怖いっすよ、怖いです、ね、これまだ怖い、どっちかっていうとちゃんととかでトーンを使いながら仕掛けたいですけど、頭にしてっていう感じ、はい、うん、やっぱ最近バックはいいけどファンパイから仕掛けるってあんまり ね、 そ う、 ですね、そういうかわしてあんまりやんないよね、はい、みんなね、なんかやっぱり 手詰まり感がある、うん、リーチかぶせられた時の手詰まり感が半端ないんで、なるほど、昔は泣いてなんか一昔前は泣いても降りられるっていう話の説がすごいなんか広まってて、でも最近はやっぱり降りられないぞってちょっとなってあのね、降りられない、はい、うん、あの手詰まり感はあるよね、はい、あの本当は補充しないのかもしれないんだけど、うん、受けて手詰まりの状態が何巡も続くって嫌じゃない、はい、なんか軽い手で、はいはいはい、それがもうねみんな嫌なんですよ結局手詰まり嫌いなんですよみんな、でも補充しなきゃいいいいんじゃないですか、案外放銃しないんですよ、案外放銃しないならいいじゃん、小林豪が言ってたそうやって、うん、小林さんあんまり放銃しないっつってた、はい、でも小林さん結構安牌残してますよ、みんなその泣いて泣いた、そうそう、なんかそう泣いた後に彼は残し方がうまいから放銃しないんだけど、だよ、上がれそうもないのに無筋切らなきゃいけない、そうそうそう、恐怖感がそうそうそう、はい、しかも点数が軽いのにっていうのが嫌なんです、はい、あ、これいいシャンテンになりましたけどまだほぐしますね、うんうん、あのいい形、いい形、はい、いい形にしたい、さあ東中さんの 親の手なんですけど、これはい、これはパン屋をでこっちは泣いていくかもしれないね、ポンとか、うん、ポンって言うかもしれない、うん、これね面前だと意外ときついんですよ東中さんの手、うん、そうですね、はい、4統一の変な手でしょ、同級1の2度受けの部分が結構邪魔なんで、そうなんですよ、あ、これでいい、これでいいね、 C1 とか切る、 C1 パワー1どっちかだね、パワー1か C1 か、はい、差し子を見ながら、さあ重い手に育てるでしょうか、想図が先に東中さん埋まると相当いい手だね、上杉、うん、さん両面ができました、両面できた、はい、これでだいぶ戦いやすく、戦いやすいですね、あと数万がドアそばなんでこれにくっついたらもうリーチまで考えてるみたいな、さあ皆さん動いた、動いた、はい、おあ、これこの動きで大チャンス、どっちから切るかね、安全な方から、安全な方から、安全な方を残す、さあ怖いリーチ飛んできますよ、部長さんもいいシャンテンですが、上杉さんも、さあ9ピンはいらなそう、なん、さあミルネさんはいいシャンテン、いいシャンテン、ただ関連ピンがネック、
さあ十分だね、はいはい、かなり十分な形、はい、後手からもいけます。そろそろあちょっとねもう手じまいかもしれないな、ちょっと怖がってるね。これでさあ関連品安い2000点かな、飲み手ですか、1000点ですか、はい、あこの連品が危ないですね。でも今止まりましたね。でもね親のリーチが来る前に打ってしまった方がいいんですよね、はい、これねみんな被害は少ないかもしれない、うん、あのこの東中さんの、はい親リーチ来たら、うん、リャンピン打てなくなるでしょ。これ交わしての命は儚いから ね、今のうちですよ打つなら。さあ来ますよ。でも今なんかほら来た、これここですよ、リーチですよ。これでこれで関リャンピンが、はい、生きなくなるんですよね。親満確定からリーチ来たんですね、うん、すごい。しかもこれ本順目リーチしてなかったら頭跳ねされるところだったかもしれないですよ、リャンピン。ああそう、確かに、うん、展開がねじ曲がりましたよ、これ。さあ、いつまで粘れるか、ミルネさんの一品は。いけますか。一品はいけないけどいった、いけないけどいった、はい、あ、じゃあ結構いく気なんだ ね、結構お好きなんだ。ただこの愚痴さんのリャンピンはもう出ないです、はい、上杉さんもここは一応イシャンテンですが、まあでもなかなか厳しい。あ、これで三面茶になりました。パーピーに変わった。これは強いかも。これはね降りないかもしれない。三面茶はね降りないかも。そうするとかわした、あ、かわした、ミル姉さんをかわした、かわした、初の1000点。いやいやいや、東中さんは悔しい。まあでもね、リピンにしててもおそらくリアンピン、そうです、あの リーチの方がいいでしょうね、あれね、さすがにね。さあ、ミル姉さんが東中さんの親を流してトン4曲になりました。ただミル姉さんが嬉しいというか、上杉さんが嬉しい、上杉さんが嬉しいんです、これ、まあですね、はい、親のリーチをかわしてくれた、自分じゃなくて人が、これがねやっぱね麻雀の面白いところですよね。なんちゃの上杉さんの手配がこちら。またチューンが泣けるんだけど、うん、いかないと思うんですよ。もう慎重になってるよね、4万点超えてから結構慎重に打ってますから、はい、上杉。あとはじゃあ自分が先手取れそうだとか、そうそうそう、上がれそうな時、うん、パッと仕掛けてさっと流す感覚でいってると思うんですよ、はい、これでイーソーが重なってで、はい、ちょっと行きやすい、ちょっとだけ行きやすいよね。頭ができるとだいぶ行きやすいよね。もう少し保険欲しいところです。保険が欲しいですね、はい。チューンが出ましたが泣かないですね。これ2枚目合わせ打ちが入ったら泣かないでしょ。おー泣かない。これすごい腰が重いよね、うん、はい、これピンフですね。これみんな泣きたくなるんですよ、うん、ピンフにするかチートにするか、うん、これいい感じですよね、これはかなり気合い入ってますね。2枚するファンパイ2枚する、うん、そのままメインゼリー、まあ、チュンチュンって将来的に切り出していくんですね。そうですそうです、はい、もう二巡の安全確実に変えてますからね、うん、僕らより競技麻雀っぽくないですか。僕らよりって、僕も2枚するだよこれ。朝ピンさんは泣かないですけど。あ、泣かないの、はい、マジか。どうして嘘かもしれない、泣かなくなったの。嘘かもしれないですけど。泣くでしょ。朝ピンが泣かないなんてどうしたの。これは泣くから、これは泣きますね。これは泣くでしょ。これは泣きます、ね、ヘッドがあるんだよ、はい、ちょっと言ってやめるちょっと言ってやめる、ちょっと言ってやめます。しかし東中さんもこれで良くなりましたね。一平を確定させたいところですが、上杉さんは、うん、これで、まあ、数万もドラですから、はい、あれにくっつけてっていう感じですね。そうですね、数万はもう一メンツと見てるんじゃないですかね、うん、これで一メンツ完成で、うん、リピートン切ると完全シャンテン系ですが、まあ、一旦あのローマンも早く切りたそうな雰囲気ですね。もうあそこの盾はいらないぞっていう感じで、うん、アンパイを変えたそうですね。さあ、途中さん、テンパイ入るか。入った入った、いびつなスッチーピン、パーピンキューピン落としたいぐらいですけどね、はい、あ、だま、闇天か、うんうんうん、スッチーピンの、まあ、高めイーペイコー3級ですね、はいはい、高め3級、まあ、場には出てないんでリーチでも悪くはないぐらいですが、ただまあそんなにいい街じゃないですかね。いい街じゃないですね、はい、いい街じゃないですけど、現状4万点の人追ってるから、うん、ちょっとね
あ、ここでほぐす、ほぐせないよね。キューピン、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 キューピン。ここでつもぎりリーチ来ました。これもいいですよね。つもぎりリーチもいいですね、はい、なんかちょっと愚形に見えてなんかなんかさ、意味深だよね、つもぎり、はい、両面のさ、つもぎりリーチって意味深でいいよね、うん、最近僕もやるようになってきた、だんだん。それ何なんですか、ちょっと相手に舐められるがためのあの、なんかなんかちょっと太郎ちゃんの真似、変なこと考えて振ってくれるみたいな。そう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 、ちょっとグッドプレイヤーじゃないですよ、それ。マジか、先生のことを作りすればいいじゃないですか。いや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 、ちょっと上がりたいんですよ。上がりたい。お、スーピンがここにあんとなった。さあ、スーピンがなくなりました。チーピンが残り2枚。自分で1枚、2枚使ってて、愚長さんに1枚ありますね。あります。そうすると愚長さんが、ごめんなさい、じゃあ残り1枚、残り1枚山にいるだけですね、はい、やっぱり上杉さんもちょっとそうですね、まあ初は切れそう、なかなか対抗馬が今回、うん、理想も切れなさそうですよね、今のところ切れないですね。こうなると残り1枚チーピン、上杉さんは、あ、でもこれでもそうですね、イシャンペン取らず、はい、もう何もいかないでしょう、うん、まあでも上杉さんとしては部長さんが降りてくれればいいで、いいですよ、ね、であの小型のリーチがあの積もってくれても別に構わないと、うんうん、親の内尾さんはね、いけるかな、うん、もうツボがなくなってきましたね、浮かしちゃったんですね、はい、あ、これでパーピン、パーピンリャンゾーっていけますかね。でもその前に3ピン抜いてるんですね。そうですね、抜いてます。あ、もう抜いちゃったか、うん、もうダメなんだ、はい、親だからね、ちょっとラス親勝負ですね、ここそうだね、うん、ラス親がありますか。ここで全員が受けて、あとは東中さんがチーピンを引くかどうかと、うん、まあ、ちょっと本人もね、あの形で、うん、リーチ行くのはちょっとね、ためらいが本当に今、うん、実際ね、ためらいのあるような形、なんか嫌ですよね、うん、ちょっと、ね、変な形、ああここにいましたね、ミルネさん一応イシャンテン、はい、テンパイ取れるかもしれないですね、ミルネさん。ハックはションパイか、でもなんかさっきまでの見てる感じ、テンパったらハック切りそうな雰囲気ですよね。まあ頭取りですしね、うん、あ、でも水槽が入ったか、今水槽は全部現物ですよね、はい、あ、でも水槽のチーテン取らなかったですね、ミルネさん、うん、はい、やっぱハックが切るのがいいです、うん、ここで上杉さんがイーソ切ったチーテンが入るが見送り、これを見送った、はい、うん、ということでどうやらもう白は打たない、東中さんの一人先輩で何人に入りそうですね、どうやら流局ですね。潮さんもテンパイを入れられず、上杉さんがこれで海底を切って、うん、はい、切って流局、一人テンパイとなりました。一人テンパイで乱入、はい、そうですね、はい、これね、上杉さんがかなりリードしました、ね、今そう、これ展開がね、今のところね、上杉さん向きだね、2局、この2局がすごい、かわしての先手、ね、小型のリーチが入って、うん、はい、一人転敗、うん、ほとんど失点がなくて2局をクリアしてますからね、はいはい、しかも自分は、まあ、何もせずって言うと変ですけど、そう、ほとんど何もしない、はい、ただ降りてるだけで2局消化しましたんで、うん、かなりの省エネですよね、省エネ、はい、で上杉さんとしてはここの親で ね、 そうですね、もうちょっとこうダメ押しを上がっておかないと、うん、はい、最後のラス親がね苦労しますよね、はい、できれば本当にリーチをかけずに、なんかそこそこ点数とか、ね、7-7とかが上がれればいいんだけど、はい、これちょっと苦しいね、はい、またチートイみたい、今回の親だと、はい、あれあのハイパイだと、まあ、流れてもいいかなっていうところですか。そうですね、怪我なく、あ、今のハイパイだったら怪我さえしなきゃいいかなって、3000、6000じゃなかったらいいんじゃないっていう感じ、うん、3000、6000厳しいよね、3000、6000じゃあ、逆ハイパンパンって切って誰かポンしたら押し頑張れ、それでもいい、それでもいい、ただ小型がもう小さい手で上がってくんないんですよ多分、うん、その辺どう見るかですね。ただこの親番に関しては流そうって考えるかもしれないんで、あ、そうかな、うん、なんか親かぶりさせたくない、ここで今だいたい2万点、結構人によるんじゃないですかね、多分そこ、ここで1万点の差を縮めたい、うん、縮めたい、山先生は縮めたい、縮めたい、
1万点縮めたい。ここで朝ピン先生は僕は周りの人に合わせます。合わせる、合わせます。流されるのね、周りの人に。そう、周りがみんな急いでた、自分もスピードで一緒に流しに行く。周りがなんか高く行こうとしてたら、国長さん高くしてるんですか。これちょっと本一に行きますね。チラリ本一見てますね。ドラがパワーですよね、うん、感じに、うん、ルミネさんもドラが1枚でリーチドラ1ぐらいをかけた。3は引きましたよ。さん、換算は。さあ、これでイーソー切っていいシャンテン、これでまあ数ピンにくっつくのもしたいと、はい、チーソーとか数ピン、あ、チーソーもいいですね、はい、上杉さんはもうちょっとこの段階では、うん、まあドラのあるチート系なんで、うまくいけばダマで高い手に、うん、しかし東中さんがいいシャンテン、グッチョさんはマンズの本一まっしぐらか、はい、さあこれでチートイ、あ、これチートイだね。もうドアもういいシャンテンになっちゃいましたね、はい、ドア重なったら大変なことです。ドラタンキになってリーチかけますかね。ドラタンキはかけないんじゃないですか。でもかけて積もったら決定打になりそうですよね、うん、いやでも訓録、ただの訓録と4000オールでいいんじゃないですか。なるほど、うん、ただその時にね、小型の手が進むのどう思うかですね。なるほど、闇手にしてる間に手が進められちゃうのが、うん、東中さんこれで関西ピンの手扱い、はい、一手が相手に差しですね。さあ、口中さんがこれで、うん、ピンツを落としてマンズへ突き進みます。あんこになりましたが、もうチートイ、はい、チートイドラドラだけに絞りましたね。ミルネさんもちょっと縦寄りの、ね、悩ましい、うん、難しいところですから。さあ、東中さんはこれ3ピン積もったら、じゃあ、うん、嘘切ってリーチですか。どうするんですかね。なんか上がりそうなイメージですけど、引いちゃったって、うん、まだ親があるからね、上がってもいいかな。さあ、サブロッソーでもイーペイ好変化ですが、ロッソーは今立て続けに切られました。3ピン引いて9ピンの頭落としってのもありますよね、うん、ああなるほど、はい、タンヤオにして、はい、なんかいいとこが来たらリーチっていうのもありますよね。2手でタンヤを手代わりみたいな感じ、そくりがけて振り点のハネマンを引きたいっていうのもありますしね、うん、どっちがいいかな。ミル姉さんこれでいいシャンテン、ウーピンスーピンの方、うん、ペンチの方を嫌って言ってましたね、うん、さあじわじわ内尾さんにとってはそのあのチューンはどうですかね。そうでもない、うん、ミル姉さんと、はい、うまくいったね。うまくいきました。さあ、6球ピン待ちだ、ミンピンドラ。ピンズの上はどうだ、うん、?9 ピンは全然出てないですね。はい、しかも自分でなんか、切り順が7、5、4ってなっちゃってるんで、はい、結構9、警戒されないですよね、あれ。されない？されないんじゃないですか。サブロー9ピンに見えない？まあ、サブロー9ピンもあるかもしれないですけど。スーピンウーピンってターツ連続落とししてるから、サブローピンがまずあるじゃないですか。はい、他にサブローピンよりいい両面、はい、まあ、サブローピンサブローピンですとかで払う、これサブローピンです。サブローピンマチュア、さあ、グチョさん、はい、9ピンはどうですか。9ピンまで伸びてるかもしれない、うん、まだいいシャンテンですね、グチョさん。あ、さあ2差しになった。これで3色ができました。いきますね。換算ピンで追っかけた、うん、上杉さんもこうなると、うん、グチョさんはいいシャンテン、はい、部長さんもなかなか降りなそうだね、うん、ドラ入りの本一ですからチュンポンで漫画に。そうですね。さあ、ミル姉さんが嫌った3ピンの受けが待ちになりましたが、ね、ちょっと3ピンで打つとミル姉さん厳しいね、これね。2ピン、2ゲーリーチ押せるか。うん、いきます。ウィスグさんの手に3ピンありますが、ここは2人リーチに降りられるでしょうか。降りれました。換算ピン対6球ピンに追いつくか。マンズ何何、あ、チンスにしちゃう。チーワン、スーワンのチンスにしちゃった。直しましたが、スーワンも薄い、チーワンも厳しい。ちょっと上がりまでは、部長さんの上がりまでは厳しいか。遅いよチュンって今思ってるでしょうね、これ。ねタイミングがね、間がちょっと悪かったね。これサブロッキューピンまだカーディありますよね。あれあるのこれ、カーディあるんじゃない。あ、そうなの。3ピンも2枚か。そう、ローピンが場がちょっと見えてないですけど、3ピンと9ピンは2枚ずつ来ますから。あれ、C1 はローピンはカーディ2枚、カーディ2枚、じゃあ2枚 だ。めちゃくちゃありますよ、やっぱり。このワンパイの上、サブロッキューピンだらけ、全部2枚じゃないですか。ですね。あららら、決着つきそう。つかない。
あ、つかない。つかない。ワンパイが強い。いやワンパイ6枚。さあ、これでトップ上の上杉さんの親が落ちました。何2曲。うん、どっちも安くない手だったんで、これもまた上杉さん良かったね。良かったね。そう、一人の手だったらきつかったですけど、うん、そうですね、二人とも高い手だったからね。上杉さんとしてはここから軽い手軽い手軽い手っていうかね、早い手が来てほしいですよね、はい、役割で安全な。何二曲一本場です、親ミル姉さん教託のリチョウ2本あります。ここはなんとか取りたいとこですよね、小型としては。皆さん、トンチャ、トンガとイツ、ソーズで一メンツ、うん、ちゃんと毛も見えますが、ドラッグ9ピンですね。はい、一旦ペイかな。東急さんもいいんじゃないですか、うん、ピン系でターツが足りてますよね、すでに。ミサシも見えてくる。あ、E ピンがとりあえず2度受けあまりいらない感じですけど、チームから。さあ、グチオさんも一メンツ、ドラも入ってます。上杉さんは2メンツですが、うん、役がねえ。シャーチャではない。さあ、峰さんちゃんと向かっていったか。うん、あ、いいピンがいらないですね。東中さん、なんか一気に面前で仕上がれば大きくなりそうな雰囲気が漂っておりますが、東中さんがいいシャンテン。いいシャンテン。さあ、上杉さんは、うん、タンヤオにしたいんだけどね。タイヤの仕掛けどころが難しいんですよ。タイヤをするとやっぱり守備力がなくなる、なくなるんで怖いんですよね、タイヤで仕掛けるのが。統一のシャアをアンパイでずっと持ちながら小出しにしながら、そうそうそう、小出しにしながら、はい、最後のテンパイで、ね、そうそんな間合いだよね。遅い順目だと、あの他の人も皮が大体弱くなってるんで、うん、降りられるんですけど、早い順目でいい人とかにはタイヤを降りない、うん、そうだよね、降りらんないね。フォーチューさん三色というか、だんだん統一になってきましたよ。迷うね。ウッパーワン強いから切りますね、うんうん、チーワンを。ほら9ピンですが、さあ、部長さんインシャンテン。さあ、じわとタイヤオに向かう。タイヤオに向かっちゃうんだ、やっぱりこれは、はい、で、だんだんね、パンパンになっていくんですよ。いざなわれていってるわけですね。タイヤオの世界に。世界に、どうしても行っちゃいますよ、そりゃ。危ない危ないと思いつつも。そうなんですよ。自分が上がれるかもしれないんで、しょうがないんです、これは。部長さん、これ、タイヤオになって、あ、でもまあ、ドアが9ピンなんで、まあね、リーチドライチでも両面だったらかけるでしょうね、はい、26でも、まあ、全然ダイヤモンドしとくと緊急回避の泣きはできることもあるんですけど、まあ、今の点数ならほとんどどっちでもいいかなっていう感じですよね。これで数層、はい、これで両面が できた、が確定させられる形ですね。ルミネさん、リーチ先手を取りたい、うん、ね、先手取りたいんですよね、これね。だから面前でってことは、まあ、トムももう泣いてないですもんね。そうですね、やっぱり親のリーチを打ちたいんですよね。みんな降りてくれるんで、泣いてもね、なかなか降りてくれないですよ。2枚目はもうこうなったら両面待ちになるからやむなしって感じですかね、はい、もう今の順番で、はい、さあ、五条さんはまだ入らない。レスピーさん、さっきこの出た数案もなかなかったんで、なかなかった、やっぱり結構消極的に。そうね、はい、やっぱ二巡は安全買いたいよね。、うん、数番チーして3ピンにくっつけて3色とかダメです。いやダメ、ちょっと いつまでかかんのそれ。そうだと守備意識高そうですね、うん、いや、さっきからね、ずっとすごい守備に意識してるんですよ、これ、はい、このシャアをなかなか切らないもんね。この人から直撃取るのは結構至難の技。結構ね、早くて高くないといけないんで、はい、テンパイ入るか、部長さん。あ、入りました。さあ、これでいいです、いいリーチですね。数万2枚自分で切ってますよ。3巡目の数万2枚切ってるから、3万なんてもう全然。あ、ローワンだって出るね。パーワンがね、すごい早いんですよ。じゃあローワンでも。さん、追いついた。お、追いつきました。土層、この追っかけは強いぞ。あ、これサブローワン出なくなりました。いや、出る出る出るか。逆に出る。ローワンが、このローワン危ない。うん、上の現物だ。このローワン危ないです。かなり危ないです。一旦 G1、 いや、中央でも通ってないんですか。親には次親の皮が映りますが、通ってますね。中央通ってる、はい、ん、通ってないわ、通ってないないですね。むしろワンチャンスか。壁でいった雰囲気です。あ、しかし通走勝ちました。リーチトン、ドラはありません、うん、3900は4500、教託のリーチ棒が3本ゲットですね。
自分の分を除いたら。いやよく今ね、ノーチャンスでしたかね、もしかして。いや、ノーチャンスだったかな。ワンチャンスですね。もうローは危なかったですね、本当に。ローは危なかったよね。うん、結構ね、まあ、ローはワンチャンスで行ったんだよね。ワンチャンスでちょっとよくローワンの方を選ばなかったですね。はい、そうですね、はい、一発で飛び込む可能性があったわけなんですが、親の現物だからローワンの方を選びそうだけどね、うん、よく打たなかったですね。3よりもサブロークパンよりローキュアの方ちょっと怖かったのかもしれない。ローキュアがちょっとありましたか、うん、やっぱりパワーだけだったんで、やっぱり、うんうん、現在2着目になってビルネーさんなんですけど、ハイパイ結構すごいことになってます。すごい、どういう感じ、いい感じ、インスタント本一完成しそうな。なんだあれマジか、すごい。役役さあ、そしてここにはトンがある。現在ミル姉さんと、うん、あ、これいいですね、うん、ちゃんとも見えそう。トーチュさんもそこそこに早いですね。早い、うん、早い、でも早いっているかな、うん、これでも上杉さんも点数が11,200点差ですもんね、はい、だいぶ じわじわ来られたね、はい、イーロコールで届いちゃうんで、はい、おっとさあ、この曲がかなりポイントになるか。なんかさあ、ギャラリーも盛り上がってきてまいりました、ね、ここはポイントですよ。はい、しかしこれちょっと足使えないですよ。さあ、シャーが行った、ね、これね、シャーっておたかぜですよね、はい、親がおたかぜポン。アサピンさん、これどう読みます？怖くないですか？そんなに怖くはないんですよ。マジかよ。俺、はい、俺超怖いんだけど。僕そんな怖くないです。なんで？本当に？カジアンは？親がさ、まあ人によりますね。おたかぜポンだ、まあ、怖い。おたかぜポンもさ、怖い人もいるんですけど。僕怖いんだよね。なんか怖いかって。親高山さんがシャアからポンしたら怖いです。怖いでしょ？はい、でも、うん、でも普段からおたかぜポンしてるから大丈夫なのか。アサピンはやっぱ、アサピンは10回やっぱみんな自分に照らし合わせて考えるから。片山先生にガシャポンしたら確かに怖い。ちょっと嫌だなって。怖いし、ちゃんと対応します、うん、それは。そうだよね。やっぱ打ち手によりますね。はい。はい、なんか時間稼ぎのポンするときあるじゃないですか。うん、相手に牽制球ね、うんうん、投げるときあるね。上杉さんがしかし、いやでもここに、うん、上杉さんはね、自敗をもう切らないんで。そうですね。あの、親にさえ上がらせなきゃいいんで。もう全部完全ブロックですよ、はい、この曲はもう完全に自敗止めて。そうなんですよ。で、小型の応援に回るんですけど、小型もね、誰も行けそうな人があんまりいないんじゃないかな。 います？グチュさんとトーチュさん。トーチュさん、まず、あ、ね、これトーチュさん、ここどうしましょう。ローワンで通送リャンズを切るか。ローワン、ローワンで普通に、うん、これチャンスで。おー、グチュさんも両面両面のいいシャンテリー取れますが、今そのうちに送ズ切るかどうか一旦置きましたね。そうだ、ちょっと怖い、うん、でもあの三蔵が当たりになりますよ。当たりになるパターンありますね、うんうん、これも上杉さんはまあ引きますよね。あの手がいっぱいになっちゃって。さあ、まあ、今回おお、一旦短期だな。一旦短期。お、行きました。じゃあ行ってない、ごめんなさい。換算相待ちにとって、さあ、これ換算相、ぐちおさんがハンヤオイペーコードライチ、これさ5200は、この三蔵すごいね。短期取りそうですよね。短期に、一旦短期に取りそうだよね。想像上は想像がもう切りたくないって感じ。いや、でもパス球層が振り点だから、ローソン引いても嬉しくとかには特になっても嬉しくはない。ただまあ、ウッパーワン引きがあるからね、はい、ウッパーワン引きのノベタンとかぐらいですかね、うん、ドラ引きのウッパーワンとかある、まあ、あるからパス引いてもいいですし、はい、はい、ピンズ引くとね、イーペーコ崩れちゃうから嫌なの。イーペーコじゃん。サンサンとか引くかもしれない。さあ、これで、何3曲ラス前です、うん、トップ目が上杉さんで394、2着がミル姉さんで285、3番手が東中さんで272ですね。だからもうグッチョさん厳しいですけど、ラスですから、あとね、ミル姉さんも親が流れちゃったけど結構点数持ちましたもんね。そう、はい、あの1万点、あのマンツモするとね、あ、この手いいよ、よくない？あ、そうでもないか、なんがアンコナだけか。でもダブなんですよね、まあ、ちょっと点数的にはね、うん、3万点、3万5000点ぐらいですか、離れてますから。あれ、一気になんか狙ってるんですか。あ、狙ってますね。ソーズの本一一気にいきますね。
スに、まあ、ちょっともつれやすいことも含めてマンツモ条件までにできとしておきたいですよね。そうね、さん、はい、東中さん両方とも、東中さんもまず親で1回上がっとくのは欲しいですし、ミル姉さんも、まあ、なんか2000点でもいいから上がっときたいですよね。ここは1000点2000点でも、東中さんはちょっと連チャンも考えなきゃいけないですね、うん、はい、お部長さんが、うん、部長さん、ハネマンを積もるとオーラスはどういう時になるんですか。まだ倍積もぐらいになる、うん、厳しいのは厳しいですよね。ここでハネマン積もってしまえば残り2万点差なんで6000オールで遊びます、ね、お来た来た来た、おちょっとザワザワしてきました。会場もザワザワしてきましたよ、ね、ハネマンになるか、うん、ハネマンどこどかっていう感じの倍満まであるか。さあ東中さん、東中さんもちょっと面白い感じになってきましたね、うん、ヤンピン、あ来たね、あれこれハネマンどころじゃないね、事件が起きてますね、これね、なんちゃらみたいな、やばいですね。6万4000までありますよ、ダブルがあるんです。これだってシャーさまずポンですよね、シャーをポンした、ポンして、うん、でトイトイにする、ツイスだってミル姉さん白もトも持ってますよ。これ次のポンで迷うな、上杉さんはテンパイ取るかどうか、うん、次テンパイ取るかどうか迷うな、次のペイでね、ペイでテンパイ取るかどうか迷うな、トンを引けば、うん、先にトンを引けば、はい、トンって引けるんでしょうか。トンは引けますかね、ありますかね、多分まだあるかな、まね、川には切れてなさそうですね、川にはないと思います。上杉、不穏な空気を感じて、うん、ここはね、思い切ってまずはトンから、トンからトンを泣けない、トン泣けないと少数紙は苦しいかな。これでもさあこの瞬間だ、うん、ああ重ならない。ああでもここに来て上杉さんも積極的に来ましたね、積極的に来ましたね、はい、ここあと2曲勝負曲と見て、そうですね、はい、まあ、ここ流しちゃえば本当に2人が満点条件なくなっちゃうんで、はい、相当有利ですよ、はい、あここも、うん、まあ、連チャン、連チャンできた、はい、トン、さあどうだ、違う、あこれでかなり良くなりましたけど、あ E ピンを切らない、 E ピンが切れないんですか。いやスチーピン振り点なんじゃない、スチーピンが振り点だから、ただね、あの、うん、紙が切ってくれますからね、はい、振り点でもね、手詰まりさせたくなかった自分がね、うん、さあ東中さん電波入るか、だ、あこの白ポンですよ、打てるか、そうか、ドアのポン、ポンです、ポンです、ポンです、これは取ります、これは取ります、はい、ダムナンハク本一トイトイでハネマン確定してますからね。上杉さんごめんなさい、ドアを聞いたくなかったんですね、ドーピンがドアだから、多分あドアをもう使い切ろうっていう感じで、あそうですね、はい、さあペイは1枚でしょうかね、東中さんが捨てている、あとドラ切った、ポンだ、これ、あこれ上杉さんがまたすごい街でテンパイ返したよ、ありゃ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 、ミル姉さんテンパイ、ペン酸素、みんなテンパったよ、あすごいことになってきましたね。あしかしこれ上杉さん止まらないですよ、止まらないですよ、止まらないですよ、だって止めようがないですよ、こんなん、はい、上杉さんペーで1万2000振り込みまでありますね、振ったらオーラスすごいことになる、ね、すごいことになるね、いやー怖いなこの曲、さあどんだチーピン、ドラゴーピンでチーピン、自分がポンしてる、これ降りれるの、数層で降りれるの、数層って安全牌なの、みんなに3層は安全牌ですね、あ3層が安全牌なの、はい、三蔵で降りようかなって感じ、これただ白とシャーの仕掛けだからそんな高いのって感じですよね、うん、裏はポンしてる、そうなんだよな、高く見えないよな、白本一度は1ぐらいまで、ただねダブナンが見えてないんでしょ、うん、ダブナンがあんこだとしたら高いな怖いなってなるじゃん、がつかないギャンソ三蔵はそんなでもないのかしら、これミル姉さんが想像を払うと言いそうから、あちょっとリャンゾーが危ないですね、リャンゾーが今ミル姉さんピンチ、
テンパっちゃうと出ちゃうような形。だが上杉さんもピンチ、両方ピンチ。なん、あ、これこれは絶対いけない。これさすがそうです、さすがそうです。はい。これでミルネーさんが、ネーさん助かり、一応助かり。東中さんがテンパイしない。そうですね。ウッパーワン、リャンワン、サンワン。いるか、いない。リャンワンポンできるんじゃないですか。誰だ。はい、あ、東中さん。はい、これでテンパイですね。追いついた。はい。さあ、グチオさんのペイもまだ生きているか。あ、そうか。そうだわ、出てきたからびっくりした。うん、さあこのウーアン、これ当たりです、親に当たりです。あ、でもこれでは出ます、ね、親の上がりとなりました、はい、東中さんの上がり単野をだけですか、です、ね、1500点、はい、でも上杉さんにとってはね軽い怪我で済んだね、これね、しょうがないって感じ、はい、ほって感じだね、うん、何三曲一本場です。いや面白かったですね、今の、今のは面白かったね、誰が上がるか分かんないので今回でしたが、全員なんかギリギリピンチを迎えてたからね、チャンスとピンチを迎えてたからね、みんなね、はい、ドラポンしてね、絶好のテンパイになった人が、絶好のテンパイだけどすんごいペイが止まらないというね、ペイは止まらないでしょ、何は止まってもペイ止まらない、ペイは止まらないですね、多分ね、はい、さあ親の東中さんは今回いいんじゃないですか、リャンピンアンとリャンメンターツもあって、ドラが内尾さんもなんか良さそうですよ、ここで、あ、そうですね、一メンツ完成、二、はい、メンツですか、二メンツありますね、クレスブさんも闇天が効くような感じですけど、水江さんはドアトイツ、なんかここに来てみんなの手配が良くなってきましたか、うん、ドアがスーワンなんで、リャンワンを迷いましたが切りました。うちおさんが面前だとスッと仕上がりそうな雰囲気ですね、はい、単品系のうまくいけばドアも使えるような、うん、さあ一旦頭のようなものができましたが、でもね、うん、できれば、あそこは、はい、うん、あそこは頭には使いたくない両面ですからね、うん、単品イーペーコあるいは両ペーコが見えてきました。あ、ドアガンコ、さあ、ミルネーさん、なんか単野というよりはリーチに、いや、リーチがいいと思いますよ、リーチして積もって3000、6000で、うん、はい、一旦かわすっていうのがね一番いいんですよ、うん、まあ、大技上がり競争できるところまでいければいければね、はい、はい、あ、これが頭です、ハゼマンツモだとかなり、まあ、かわして一気にかわして向こうに条件を押し付ける形になるんですけど、グチオさんもイーシャンテンですね、一応形は悪いけど、まだ今のところ形悪いけどいくらでも良くなるイーシャンテン、これでチーワン打ちますか、一旦チーワン打っていい両面固定して、それから筋筋といつあんこみたいな、これでいいいいイーシャンテン、これリーチ打てますね、あ、ここもねいいいいイーシャンテン、みんなみんなそこそこのイーシャンテンになってきましたね、中さんはこれでウーピンをここで切っとく、そうですね、これで、はい、これでいいでしょう、さあリーチ打てるか、どうだ、打てない、うん、さあ上杉さんこれテンパったらどうする、ああ、これどうする、リャンウーピンで勝負に行くか、リーチ行くか、シャンポン闇点はないですか、シャンポン闇はありますよ、あります、ただ、うん、消極的じゃないですか、あー、リーチで、さあリーチ、あ、シャンポンリーチ、シャンポンリーチを選択ですね、ほほう、一番高くなる可能性高くなる打点をちょっとね入れましたね、でもいい感じしてますね、ここにリャンピンあんこですよ、リャンピンなんか結構、はい、ね、結構苦労しますよ、このリャンピン超薄いんですもん、リャンピンなかったんじゃないか、ほぼないほぼないっていう、ゼロですね、これはね、リャンピンだったらゼロ枚です、鋭いですね、なかなかシャンポンでリーチ打てないと思うんだけど、シャンポンだったらダマりそうだもんね、はい、そうですね、片割れがあんまりね数ピンですから、うん、しかもこれ数ピンって1枚倍値の数ピンですから、シャンポン選択ダマにそうなんだよね、やっぱ満貫ぐらいは積もってオーラス相手に条件付けたい、ちょっと打点が欲しかったんだね、ここね、もう、このリーチを受けたが、さあ東中さん、もう、はい、行くのは行くと思いますよ、はい、の順番ですよね、ナンがいる、まだ山には生きているが、さあここに来たら止まらないですかね、東中さんは止まらないね、内尾さんも止まらないでしょうね、ここも止まらないね、この手で
ミル姉さんもドラさんだったよね。ドラさんですよね。いや全員ナン止まんないじゃん。ナンはとりあえず今の順目だと全員止まんない。宇宙さんも早くテンパってリーチをかけたいところですよね。あれ早くかけたいね、追いつきたいね。だって今直撃チャンスだからね。せっかくの直撃チャンス、みんなジリジリしてますよ。まだテンパ入らない。あれ誰も入らない。上杉さん強いね。誰も追いつけないよ。スーピンですらまだあるんですけどね。スーピンですらある。スーピンですらあるんですよ。あ、全員が一手が進まない中、 山さんですよ。あれ山さん、うわ追いつけないね。みんな追いつけない。しかもちょっと、でも東中さんもこれ、あ、微妙な点数か。そうですね、まあ、ただ上杉さんテンパって流局しちゃうとまずいですね。あのオーラスがまずいよね。マンツも残らないから、ここは行かざるを得ない感じで渋々押しました。はい、いやー、姉さんももう順位がちょっと苦しい。ちょっと上がりまでが厳しいか。なんとか転廃したいのは東中さんですが。いや誰もこんなことってあります？こんなことって。あ、これで東中さん転廃です。あ、スチーピンの転廃が入ったタイム。あ、やっと追いついたね。はい。これで、あ、これでスーピンが来た。いいじゃん。はあ、スッチーマンで追っかける。さあ一気に動き出したスッチーマン。あー、スーワンはここにあんこ。ミル姉さんもさすがに2人リーチだ。ダメだ。トウチュウさんも押し返す。あ、なんだなんだ、ナンがいた。ナン、ナンがいました。リーチナン260026ですが、とてもとても大きな2600。しかも、ね、ナイス選択ですね、これはね。はい、まあ、ウーピンだったら、あの、おそらく口尾さんのリーチ宣言杯のウーピンで上がれたと思うんですけど。あ、そうかそうか、はい、そうですね、はいはい。どうやらミル姉さんと東中さんの条件は破熱も満直ですかね。口尾さんは、口尾さんは親ですから、はい、ひたすらレンチャンあるのみということで、どうやらなんか一瞬カメラこっちに戻ってきそうな雰囲気でしたが、少し条件確認ですかね、これは。東中さんが一旦は破裂の条件残ってないんですね、まだ。東中さん破裂も残ってないですか。はい、あの点数表示が合ってれば16700点差のはず。あ、ちょっと足らない。ちょっと足んないね。15700点差が、はい、足んないですね。レンチャン出たり、レンチャンとかリーチボーンが出た瞬間の破裂も条件になりましたね。はい、本番になっちゃえば OK ですけど、まあ、あとは流局で点数を縮める。まあ、この局としては、じゃあ、 上杉さんとしては部長さんのレンチャンをまず第一に止めるというか、もうそうですね、はい、はい。他の2人の条件は相当きついです、はい、これ。まあ、もう跳ね間を作って、まあ、無理なら上杉さんに上がらせないっていう感じですよね。うん、ミル姉さんは跳ね積も条件があるんだよね。はい、それかもう一層あれなんですけど、上杉さんに上がらせないために、うん、もう条件満たしなくてもリーチって言って有力者を祈るとか。あ、自分がリーチしちゃって、はいはい、上がらないってこと。そう、うん、なんかやばいなと思ったけど、思ったらね、リーチしちゃう、リーチして上がらないっていう作戦もあるわけね。同点の場合は代表負けだな。同点優勝だ。これかいも予選の成績だ。予選の成績の上の方、そうしましょう、うん、予選通過順位にしましょう。今決めた。なんか、それって去年もなんか言ってた気がする。去年も同じこと言われたね。それで同じ返しをしたような気がする。あれ学習してないですよ。一応同点条件ちょっとありますからね。あのリーチも出た後ミル姉さんが1万2000を横移動で、うん、横移動で、そう、上杉さん以外から上がる、はい、上がると同点だ。ああ、じゃあ割と僅差になったね。割と、はい、まあ、圧倒的上杉さん有利も、うん、まあまあ条件があります。はい、はい、はい、あれ同点、東中さん8000直で同点。あれ展望表示が間違ってるだけです。41こっちから見ると8位見えるよね。418なのかな。あ、418みたいですね。418と258だから一応満直だと同点。あ、そういうことね、うん、
さあ、内容曲です。オーラス、トップ目が、上杉さんです。ラスト親は、ぐちおさん、ドラが初ですが、まあ、とりあえず、上杉さんの手がどれだけ軽いかですよね。はい、うん、あと、ぐちおさんの手がどれだけ速いか。いいんじゃないですか。いいです。これはね、リーチ打てますよ。そして、ドラが初。1枚ありますね。形はいいですね。いや、相当いいんじゃないですか。想像も連続系ですし。連続連続ってなってるもんね。はい、しかも上の方の3色まで狙えるような白統一ね、うん、白統一ここも泣けたら泣いてきたいでしょうね、はい、ラスト1曲なんでこれはパッと泣いてきたいでしょうね。東中さん、お、三アンコチュンまでは見えますね。ドラがないんですよね、はい、リーズモチュン三アンコ足りな い, りないリーズモチュン三アンコ裏さん期待あ、スワンコでいいじゃないですか。あ、そうか。ね、スワンコだね。ここまで来たらスワンコの方が良さそう、うん。あ、そうです。それでいいと思います。じゃあ残します。はい、うん。ぐちおさん。はい、さあ、白がどこにあるか。上杉さん、うん、今完了は残さなかったね。そうですね。まあ、ミリ姉さん、これも条件考えると、やっぱりドライ化したチートイツとか。3色とか、お、これ勘しましょう。勘はしちゃった方が良さそうです。勘して早めに重ねちゃった方がいいですよ。あの、アンカン早めに重ねて、シンドラがシャーシャーもあるね。もそう、こういうのが大事だもんね、はい、シャー重なって倍積もでいいんでしょ、うん、倍積も OK です。あ、白が、これで上杉さんが白をポン。まあ、しかしまだ形はね、はい、形はでもまだそんなに良くない。これは仕掛けるとチュンとイトイ。あー、シャードンシャークスだった。チュンとイトイ、チュンとイトイ、ドラさん、サーアンコ。あれポンできる。これポンできます。ポンして積もったら優勝。ポンして、ただシャアをアンコにしないとダメです。積もった場合、例えば急走と、あのパーピンで完成しちゃうと倍満にならない。倍満にならないです。難しいですね。難しいね。直撃は OK なんですよね。で、少し難しいですね。かなり。さあ、テンパイが入るか。ドラの初。もう それいらないですもんね。パスは倍満にならないですからね、持ってても。なるかもしれないですけど、リーチで。リーチでなるかもしれない。はい、もうリーチ、東中さんはリーチを打ちたいね。うん。そしてぐちおさんがなかなかね、手が進まないですね。はい、上杉さんが、テンパイだ。これでペンチーソー。ペンチーソーどうだ。ぐちおさんが2枚です。うん、でもぐちおさんの形ってさ、うっかり出ちゃう。あ、結構。ああ、これどうします？これね、自敗以外でね、あの倍満ですから、急走かパーピン後の選択ですね。どっちも倍満に関わるんで。あ、これドラ？両方ドラ？そうだ、初もドラだ。だからドラがじゃあもう、じゃあもう倍満じゃないですか？倍満ですね。パーピンの統一で。やばいっすね。パーピンから来ました。超泣けますね。しかも急走、これ上杉さん手代わりスーッと出る可能性あるのかな。あんまりないか。さあ、ここのかぶりは痺れますね。痺れます。いやでもこれはでもね、急走はそっちに初出たポン。あ、さあ優勝、ヤクヤクトイトイドラゴが手打つ。これ倍満は横からでもいいの？同点になるんじゃないですか。よ、倍満同点。ミルネさんが倍満横からだと同点。予選の順位はどっちが上だ？東中さんのが上。じゃあ上がれば優勝。なんと横からも上がれる。これ上杉さん急走短期だ。上杉さん危うし、千葉危うし。急走でも逆手上がりは文句なしの逆転ですね。さあ、グチョさん手パッター。ああ、これでサブロッキューはリーチですね。リーチです。はい。さあ、三人テンパイ。この急走止まるのか。あ、三は。缶か。缶できるのか。切ると論敗ですからね、これ。缶ですよね。缶ですね。缶して。シンドラがローピン。さあ何。ローピン。
ドラはローピン。とりあえず耐えた。さあこうなると親が強いか。親が強いか。6球1ですね実質。6球1って結構薄くないですか。あまだかん。何またかん。これはかんできます。はい。こんなことってあるのか。こんなことってあるか。数巻流れはないですよ。どうだ。運送。さあ親には1枚。あしゃ。シャーだ。シャーだ。トイトイドラ6リーチ棒、リーチ棒があるんでこれで逆転ですね。あリーボです。いやーすごかったですね。はい、はい、では一旦こっちにカメラが、はい、今から画面をこちらに戻してきますが、じゃあずっと止まってんすよ。ずっと止まってますよ。いやすごい。はい、会場では非常に盛り上がってます。リングライターでもすごいオーラスでしたね。これはまだ入ってないか。それではこれから表彰式が行われ、表彰式閉会式を行いますが、視聴者の皆さんは一旦 CM をご覧ください。はい、お待たせいたしました。興奮さまらぬ会場でございますが、第6回 GPC グランドチャンピオンカップ、優勝者が決定いたしました。激しい決勝戦でございました。本当に激闘と言ってもいいと思います。ではこの激闘を戦った選手の皆さんに感想を聞いてまいりましょう。まずは第4位ですね。大丈夫かな。大丈夫かな。はい、では第4位、第4位はぐちろさんですね。ぐちろさんどうぞ。じゃあまず片山代表から表彰状でございます。おめでとうございます。さあちょっとね、いろいろと悔しい思いもあるんでしょうけど、ちょっと振り返って感想をお願いいたします。そうですね、チートイの時に時刻でするかどうか、ね、シャートアウトとかね、パーソンの方がイマジな気がしたのと、うんうん、最後の部分はチーソーが、特殊名がチーソー当たるんじゃないかなと思ったんですよ。で、カンを考えて、カンしたらまさか最後にシャーを見てしまって、でもね、その読みはいいんですよ。実際ペンチーソンでやったんですよ、ずっとペンチーソン、うん、で、途中で3番が暗号になって9つのタイミングに変わったから、また音が大丈夫かな。はい、それも先ちょっと聞いたんですけども、ただ関せずにチーソーで振り込んだらすごい後悔するなと思うんですけど、ダントツでラスだったんで、裏ドラを増やして、うん、そうだよね、積もろうかなっていう感じなんですけど、いや、非常に迫力あるリーチ、迫力あるね、サブロキュア自体悪い町ではないんだけど、サーは暗観されちゃうという、あれ大丈夫かなこれ、いろいろドラマがあったんですけど、大丈夫ですかこのマイクは。こっちのマイクにします。はい、まあじゃあ一言で、まあ来年の思いも込めてお願いします。来年まだ本当に今度は徳島で開催できるように頑張りたい。はい、お疲れ様でした。続きまして第3位ですね。はい、あ、すみません、第4位、翔平さん。はい、GPC の皆さんから持ち寄られた翔平でございます。第4位は梶本太郎さんからプレゼントしていただきましょう。お願いします。いらっしゃるってですね、山田ラーメンです。はい、では続きまして第3位はミル姉さん。はい、どうぞ。皆さん、よく思ったよ。はい、じゃあ、表彰します。片山代表から第3位の表彰、おめでとうございます。さあ、じゃあまず感想からいきましょうか。決勝出れたら、自分の中で
頑張ったなと思うんで、全然楽しかったです。なんか自分の中でここが勝負どころだったかなっていう曲あります？でも正直緊張しすぎて、全然その自分のせいとか全然覚えてないんです。あ、そうなんだ。まあ、夏大丈夫ですか、このマイクは。あ、大丈夫ですね。泣く気持ちばかりですから、トンチュンシャーね、ドイツの時ね、気持ちは本当に分かるんですけどね、あそこ結構ポイントでしたよね。でもね、心情的にミル姉さんを応援してくれる人すごく多かったと思うんですね。ちょっとマイクに、あ、マイクじゃない、カメラに向かってね、見てる人にちょっと一言お願いします。あ、応援ありがとうございます。非常にシンプルですね。はい、お疲れ様でした。商品から、はい、何でしょう、商品は。商品はですね、はい、たこ焼き、ちゃん焼き、赤いやつ、大阪のお土産なんですけど、はい、ありがとうございます。はい、おめでとうございます。そしてね、オーラスまで全ての曲を支配していて、もうほぼ優勝は間違いないだろうと。特にね、ラス前の26かなり大きい上がりでしたからね。だけど、まあ、じゃあ本当怖いゲームです。準優勝終わってしまいました。上杉さんです、どうぞ。よろしくお願いします。本当に、まあ、東京ではありませんけど、ほぼ東京の千葉にね、グランドチャンピオンが戻ってくるかなと思ってたんですけど、じゃあまずは感想からお願いします。はい、なるべく一つ引き気味に打ってて、まあ応酬しないように打ってたんですけども、マリスタイミングとかそういうの結構ダメなところがあったんで、ドラムを休憩にもチートリしておけば、まあ、3000円だったかもねっていうところもあったので、なるほどね。でもそこで、まあ、そういう点数計算がちょっとダメでした。でもあれだけでもきちっとお待ちを取られて、それでまだ反省されるところは立派ですね。いや、僕から見たらかなり完璧に打ったと思います、うん、リードしてからの、うん、打つスタイルが素晴らしかったです、うんうんうん、これはもうしょうがないですね。もうあのバイマンはね、まさかバイマン条件オーラス1曲でクリアされるってしょうがない、完璧だった、完璧ですね。じゃあね、多分、ま、視聴者の方もね、もうほぼ優勝間違いないと思って応援された方も多いと思うんで、何か一言お願いいたします。はい。髪型が、ゲスの違います。違います。違います。そういうことです。上杉さんでもね、完璧な予選も完璧でした。次期もね、また優勝になってください。はい、お疲れ様でした。最後のところから何ですか、これは。あ、おいしそう。さあ、そしてね、もう劇的な優勝です。第6代目のチャンピオンは、トンチューさんでございます。読まなくていいですか、片山さん。読みますよ。一応優勝ですか。賞状、6代目グランドチャンピオン、トーチュー殿。あなたは第6回 GPC グランドチャンピオンカップにおいて、熱戦を制し、見事6代目チャンピオンに輝かれました。その栄誉をたたえ、そして誠のグッドプレイヤーとして、今後一層の精進を期待し、ここに表彰いたします。平成28年2月11日、GPC 代表片山正幸、GPC 副代表馬場博和。おめでとうございます。写真撮影でございます。はい、皆さんいいですか、写真ね。もっと近づいても構いませんよ。はい、大丈夫ですか。誰か撮ってほしいと言ってます。誰か撮ってあげてください。大丈夫ですか。はい、はい、はい、いきます。バッチリですね。はい、ありがとうございます。ではまず6組の声からいきましょう。優勝おめでとうございます。いや、もう麻雀に負けて勝負だけ勝ったみたいな感じで、まあ、勝ってないですけど、ね、引き分けだったので、はい、でも結果的に振り返ると、まあ、何4局の、うん、
まあ、ラスのあれもそうですけど、南さんの親で1500を直撃できたのが、結構その流れがちょっとだけ、あのウッパーワンですよね。はい、そうです。はい、もうそこまで全然こう積もれなかったので、うん、ちょっとあえて泣いてみて、ちょっと流れ変えようかなと、うん、それがホームランの直撃で、まあね、1500円ですね。ね、ただ、あのオーラスね、はい、パーピンか急所かの選択、パーピンピッチャーがどんな思いだったでしょう。僕がと思うよりも外から声が。ですよね。まあでもまあそれもまあなんか一曲なんで、うん、はい、と思ってたんですけどね。うん、はい。うん、でも思わぬあのフォローのおかげで、ドラフォローのおかげで、はい、もう絶対にあの上杉さんから、うん、その漫画どころか、うん、それこそもう残酷とかも上がれない雰囲気だったので途中からは。うん、本当にこうもう光栄です。はい、もう幸運です。まあ本当に劇的なんですけども、やっぱり東中さん見てるとね、あの本当グッドプレイヤーズクラブにふさわしい、もう爽やかに淡々とね、非常にマナーよく打たれていたのがすごく印象的で、最後のあの上がった時のあのガッツポーズというですか。すみません、ありがとう。いやいや、ありがとうもとても素敵でしたよね。片山さん、はい、キングメーカーですね。先生のおかげで僕はあの大阪著名人リーグの、あ、関西著名人リーグの方から出させてもらったので、本当すごい ね、あるんですよ ね、 あるんですね。ね、東中さんはね、まだちょっと今も喜びでいっぱいですけどね、まあ、あのもうそろそろお時間も迫ってきてますんでね、来年の、GPC 再び大阪開催決定いたしました。ですから今日ね、大阪から来た方はあの来年に備えてお店チェックしておきましょう。ボトルも入れとくと来年来る楽しみも出てきます。1年後か。そうかそうか、ね。ということで、いよいよですね、4月から、第7期、第7回目の GPC が始まります。北海道、千葉、東京、それから静岡、名古屋、大阪、九州。そして東京著名人、関西著名人、あと四国ですね、はい、もしかしたらもう一つ二つ増えてくるかもしれませんが、どっかお近くのところがありましたら皆さんぜひご参加ください。いろんなリーグ戦のホームページからあのアクセスできますんで、一つ来年こういう楽しい仲間たちと、1年に1回のこのグラチャに出るためにもね、ただ麻雀打つだけじゃなくて、みんなで、麻雀を語り、楽しい時間を過ごすという、グッドプレイズクラブです。ぜひあの皆さんもご参加ください。では長い間ご視聴ありがとうございました。劇的な東中さんの優勝をもって本日の放送を終わりとさせていただきます。皆さんどうもお疲れ様でした。ありがとうございました。
はい、どうもこんにちは。初代天本屋ハッピーです、なぜこの GPC、代表でも副代表でももちろんない僕がこんなインタビューを受けているかというと、去年なんと、GPC グランドチャンピオン大会、今から行われるやつの去年のやつですね、僕が実は優勝しました、どやということで、はい、あそして関西で、まあ、あのインタビュー取りやすい人ということでなぜか喋ってます。まあ、あの今から大会行われるわけですが、まあ、あの去年勝ったおかげで関西で大会ができたので、今年も、ね、関西で誰か優勝して、まあ、もちろん自分が勝つのが一番嬉しいですけど、また関西の人が勝ってくれたら嬉しいなと思います。では、まあ、グッドプレイヤー精神を忘れないように、でも真剣に麻雀打ちたいと思います。